やったたこ焼き合戦味将軍と対決だようちゃんにはかなわねえよ。よくもまあ次々と当たるね。まぐれまぐれようちゃん。射的ばっかりやって早く金魚すくいしましょう。いやこれなかなか面白いよ。みつこもやる。今度私に付き合ってもらいますからね。待ってたんだから。はい。まあお姉ちゃんそう熱くなんないで。あんたは黙ってて。僕は大丈夫だけど、はあ、たこ焼きが潰れちゃった。ごめんなさい。痛いですよ、本当にもう。お前、コオロギ。お久しぶりです。お前何やってんだ、こんなところで。元気そうじゃないか。お前に心配してもらいたんないわ。でも偉いわね、縁日でも一生懸命働くなんて。誰かさんとは大違い。はん、ボケの陽一と一緒にせんといてんか。なに、なんだよ、相変わらず可愛くないな。もうちょっと素直になれば。余計なお世話じゃ。あー、あったら喧嘩ばっか。あのでっかいトレーラーは。カズマさん、あれは。分かっとる。アジ将軍グループ。せや、あれがアジ将軍グループ第一機動部隊、たこ焼きトレーラー軍団。奴らは杉本という男をメインイベンターにして、あのトレーラーで5人の部下を揃えてやってくるんや。まさに料理の魔術団や。奴らに店を潰されたたこ焼き屋が何軒もあったわ。アジ将軍グループ名出てくるで。へえ、陽一、奴がたこ焼きトレーラー軍団のリーダー杉本や。毎度お騒がせしております、たこ焼きトレーラー杉本。岡本町にお邪魔しております。本日より縁日の期間、全品半額サービスという大ご奉仕をいたします。半額サービス？いらっしゃいませ。なんだ？それでは焼き方はじめ。へい、お焼き方。あ、枠組みよ。まあそろそろいいかな、いいかな。さあ、こう仕上げ。ほな。どんどん出来上がってまいります。さあ、お一つお試しを。手順をつけてお食べください。さあ、おいしいよ。冷めないうちにどうぞ。さあ、どうぞ。俺たこ焼き大好物なら、どうぞ一口。どれどれ。うまい。このつけ汁につけると口の中でとろけるような歯触り。ほんとほんと、うまいぜこりゃ。そうでっしゃろ。うちのは具はもちろんのこと、生地の粉まで選びに選び抜いたものだけを使いまして、お客さんに満足してもらうため日夜勉強させてもらってます。
いきなり来てこれだけの盛況ぶり、これが味将軍グループの力なのか。杉本たこ焼きトレーラー軍団、恐ろしいやつだ。おい困るじゃねえか。冗談じゃねえ。こんな道の真ん中にどでかいトレーラー置かれちゃ、こちとらの出店の商売の邪魔だ。そうだそうだ。何言うてますがな、ここは天下の公道です。うまいもんお客はんに食べてもろてどこが悪い。悔しかったらあんたらも味で勝負しなさい。あんたらが勝ったらどいてもええで。そうだそうだ。言いたいこと言いやがって。お客の大半はみんなうちのたこ焼き食べてますやろ。味が魅力的だということや。それを実力もないのに説教でっか。味で勝負もでけんお人たちは口だけは達者や。味将軍グループ天狗になるな。たこ焼き勝負俺が受けてやる。でもな、子供とやってもな、わてが勝つのは当たり前ですがな。何言ってんの。このようちゃんはただの子供じゃないわ。何？あの味王様が天才料理人と認めたミスター味っ子たい。あんさんが阿部藩や及川藩を通したあの少年料理人。あ、そうだ、俺が味王潮一だ。おおいやー、こんなところで味将軍グループブラックリストナンバーワンのやつに会えるなんて。ほな、ここで阿部藩や及川藩の敵を私が打たせてもらいます。おい杉本、ミスター味っ子などめっためたうちにしてしまうぞ。あんなわらしっこめじゃないわよ。何を、そっちこそ返り討ちだ。よろしい、では2日後場所はここで味勝負といきましょう。味勝負。陽一、お前はとてつもない奴と勝負する羽目になったんやで。関西に一大旋風を巻き起こした杉本トレーラー軍団、今回は関東にまで進出してきよった。この凄腕の奴ら相手にどないな手で出るんや。陽一、カズマさん。ん、なんや。杉本のたこ焼きもらっちゃいましたけど。商売がたきのたこ焼きなんてもろてくんな。コオロギ、このたこ焼きには盲点があるで。なんぼ当変僕の陽一かて、このたこ焼きを食うたらその盲点がわかると思うでな、コオロギ。陽一風たこ焼き一丁上がり。あんたって子は毎回毎回よく考え出すわね。冷めないうちどうぞ。じゃあ、どう。そうね、なんだか香りが今一つ弱いみたい。そうか、まだ杉本のたこ焼きには追いつかないか。そうよね、食べてこなかったけどすごくいい匂いがしてたわよね。食べてくればよかったな。杉本のたこ焼きの香りと照りはどうやって出すんだろう。あ、どうぞ、杉本のたこ焼きです。コオロギ、どうしてここへ。いや、多分ご苦労なさってるんじゃないかと。なんだよ、そんなもん持ってきて。お前杉本の回しもんか。いや、ただ僕は陽一さんに頑張ってもらいたい一心でこのたこ焼き持ってきたんですよ。へえ、それは嬉しいよ。これが杉本のたこ焼きか。うまい。味はもちろん、舌触り、歯ごたえ、この小さなボールの中にすごい工夫が詰まってる。どうしてだ、どうしてこんなたこ焼きができるんだ。そして何よりも、この香りはどうやって出すんだろう。白ワインを使ってるんですよ。ん、普通ここを出すときみりんを使うんですが、ちょっときつすぎるんです。それでカズマさんはコクは控えめですが香りのいい白ワインを使ってます。いい香り。ほんと、よし、出来上がり。うまくいったかな。おいしい。
これならいけるわ、よいち。よいちさん、やりましたね。あ、君のおかげだよ。いやー、そんな。カズマにもよろしく言っといてよね。あ、それが、カズマさん、本当は直接来て陽一さんの手伝いをしたいんですよ。でもカズマさん根が照れ屋だから、そのあのうまく言えないけど。まあいいさ、とにかくこれで香りと照りの秘密は分かった。ありがとう。いえ、見てろ杉本、お前以上のたこ焼きを作ってみせるからな。さあ、改良したたこ焼き食べてみてよ。あんまりさっきのと変わりませんけど。文句言わずに早く食べればいいの。それでは、おいしい、いい歯触り。これなら杉本のたこ焼きにも負けませんよ。陽一、今度はどんな工夫を考え出したの。これさ。まあ、お豆腐？なるほど、お豆腐をすりつぶしてハイガローストと混ぜた生地なんですね。これがまたつけ汁とマッチして美味しいこと。タコも柔らかくて。そのタコにも工夫があってね。まずタコの足の先は毒があるんで切り捨てる。塩水で洗ってから大根で叩く。そうすると吸盤を傷つけることなく中の砂を出せるんだ。そして椿の葉を一緒に入れて煮込むと柔らかくなってコクが出るんだよ。すごい工夫ですね、陽一さん。いや、それほどでも。カズマさんに勝るとも劣らない。何言ってんだい。カズマなんかより陽一兄ちゃんの方がずっと上なんだい。いや、たこ焼きを作ったらカズマさんの方が上ですよ。へえ、ピザパイ勝負の時負けたくせに今の言葉聞き捨てなりませんね。やるか。何よ。カズマさん、どこをつけ歩いてんねん。できたんですよ、陽一さんのたこ焼きが。食べてみてください。ついにやったか。ワイは明日の仕込みで大変なんや。じゃあ食べないんですね。誰が食べん言うた。それじゃあボケの陽一の作ったもんや、見届けてやるやないか。どうです、仮にもワイのライバルや、まずいわけあれへんやろ。さすがや陽一、短期間でこれだけのたこ焼きを作るとは。生姜と白ごまのタレが生地のまろやかさ、たこの柔らかさを引き立ててるけど。あかん、陽一につっかえしてこい。そんな、アホ、こないだたこ焼きやったら杉本には勝てへん。つっかえしてこい。でも、ええから返すんや。そんでな、よう名品向いてたこ焼き見てみ言うとけ。名品向いてですか。はよいけ。はい。え、カズマが残した。それでね、陽一さんに使いしてこいって、それでもってよく見てみろですって。よく見てみろったって。あ、これは、あ、どうかしました。ありがとうコオロギ。わかったよ、俺のたこ焼きに必要なものが。さて、たこ焼きトレーラー軍団対コオロギを助っ人として迎え入れた陽一くんのたこ焼き勝負、どちらに軍配が上がるかな。アジっこはん、逃げるなら今のうちやで。うるさい、お前みたいなやつにこの岡本町を荒らされてたまるか。ではこれから始まる縁日でどちらの方が客が多く来るかで勝負決めましょう。お前の方なんか一人も来ないぞ。なに、暇に見てろ。ほな始めましょうか。よし、それでは用意。どんどん焼け。たこ焼き勝負やってるやってる。おい、まずは杉本たこ焼きトレーラーだ。
行ってみよう。さあどん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 焼けてますね。おい見ろよこのカラフルなたこ焼きを。見栄えが良くてそれぞれ味が違う。おいしい。たまらん。杉本新たな手を。よいちさん仕上げ。よし、それ。アジッコのたこ焼きだってよ。日の出食堂のか。よし、行ってみよう。いらっしゃい。たこ焼き2つ。ほう、やっと2人。我々に勝利の女神ありや。どんどん焼いてけ。へい、親方。あら、どうした。機械がオーバーヒートでこれ以上作業が進みません。おい、早くたこ焼き作れよ。待ってるんだ、頼むぞ。ただいま。おい、こっちの日の出のたこ焼きの方がうまいぞ。なんとも言えないぜ。さあ、いらっしゃい。うまいのかな。あの日の出食堂の陽一くんが出してるお店らしいわよ。行ってみるか。うん。あ、ちょっとちょっとちょっと、お客さん。いらっしゃいいらっしゃい。あじっこできたてたこ焼き。こうなったらこの栄養ドリンク味将軍 Z の力でたこ焼きたこ焼き作りましょう。おいしょ、ちょっと。ほらー、ほらはい、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 さすが親方、焼くのが早い。はい、おとが早く、いやー、とりゃー、お客さん、味っこたこ焼きなんて買わんで、うちの方がうまいで。お客さん、お客さんって来たって言うてんのに。お客さん、うちんとこ値上げてますせ。きなはれ、な、きなはれ。杉本、はどうだい、俺の作ったたこ焼き、あんたも食べてみるかい。何よ、誰がお前なんかの。そう言わずに、美味しいんだからさ、ね、食べてみなよ。なんでこうなるの。食べてもらいます。そりゃこっちのセリフや。浮き粉使ったたこ焼きの生地に人参、ほうれん草、カレー粉と見た目にも艶やかカラフルに揃えたワイのたこ焼き、思い知ったか。じゃあこちらもお返しだ。この中身は。あさり。そうさ、俺の具はタコとは限らない。連発打ち、たこ焼きの味はいかがかな。中の具はサラミ、ひき肉、赤エンドウと工夫されているほか、生地と漬け汁のバランスが何とも言えない。ああ、幸せ。杉本、俺のたこ焼きの味いけるだろ。何、お宅とうちのたこ焼きには決定的な差があるんだ。うちのたこ焼きかて負けてへんで。ああ、さっき買った杉本のたこ焼き、もう表面がびちゃびちゃだぜ。え、そんなバカな。味っこの方はまだ表面はカリカリだぜ。ああ、杉本のたこ焼きは買って損したな。べちゃべちゃになるらしいぜ。べちゃべちゃじゃな。よし、味っこのたこ焼きにしよう。ああ、どうして、どうしてこうなるの。ねえ、杉本まだわからないのか。持ち帰り用のことも考えて、俺は仕上げにサラダオイルを振りかけたんだ。そうするとカラリと仕上がり、香ばしく美味しいたこ焼きになるってわけ。お分かり。あれ、ほんと味っこのは香ばしくて美味しいぜ。もっと研究しなきゃ杉本さん。うがー。
覚えてろよ。負けた負けた、逃げてった逃げてった。やったね、陽ちゃん、さすがミスターアジッコ。おカズマ、コオロギから聞いたよ。いろいろとヒントをくれてありがとう。なーに、あないちんけな杉本に負けさせとうなかったんや。お前を倒すんはこのワイだけちゅごっちゃ。カズマ本当はカズマさん、カレー丼の時の借りを陽一さんに返したかったんですよ。カズマ、アホ、そんなんとちゃうわ。ライバルというよりもう親友ですね。コオロギ、次の町や仕事や仕事や。カズマ、もうちょいこの町でゆっくりしてけよ。陽一、屋台ほっぽらかしててええんか。陽一兄ちゃん、早く戻ってよ。お客さんでいっぱいだよ。今行く。おい、カズマ、ワイのライバルやさかいな。陽一、まあ、頑張りや。